ト修行テンションになってきたってばよ。ほらよ、水風船だ。なんだってばよこれ。木登りの修行でチャクラを必要な箇所に集中維持、水面歩行の修行でチャクラを一定量放出、その二つは前にやったの。わかったってばよ。それで水風船が割れるくらいまでに水の回転を速くする修行だな。お前だんだん察しが良くなってきたの。よし、今日は夜まで行くぞ。おっす、やったー、水が回ってる。こりゃ思ったより簡単に割れそうだってばよ。じゃあできるまでわしはちょっと一休みと行くか。こいつと一緒にな。なんで割れないんだってばよ。できたか。ドキ。この術はあの四代目火影が残した忍術だ。四代目がこの術を完成させるのに丸三年。この術の得得難易度は6段階で上から2つ目。じゃあわしはもう町に戻る。情報収集があるからの。得得難易度 A ランク、四代目火影が残した忍術。お客さん、今月はサービス月間なのよ。うわー、サービス月間とな。はい、スタンプカードいっぱいサービスしちゃうわよ。くるくる。俺ってば3年もかけてる暇はねえってばよ。ジラちゃんもエッチ。男はみんなエッチじゃ。なんだ。酒くせえ。それってお前のおもちゃじゃねえって。これだ。俺ってば、それまでずっと同じ方向にしか水を回してなかったから。エロ仙人の水風船がボコボコになってたのは、中の水をいろんな方向に回してたからだって気づいたんだってば。チャクラの使いすぎで、そろそろ経絡系に負担が来てるな。だが次はこんなもんじゃないぞ。今度はこれを割る。じゃあ、わしは、情報収集に行くかの。ああ、待って待って待って、久しぶりに一緒に修行しようってばよ。甘えるな。いつまでもガキみたいに、もっと立派に忍びらしくいろ。おい、ナルト。何しに来たんだってばよ。食いもん下の町で買ってきてくれ。なんで俺が。お前、仮にもわしに術を教わってる身だぞ。ほら。全部一人で食べられるよ。ダメ、帰ったら母さんがご飯作ってくれてんだからな。はーい。ガキみたいに甘えるなっての。お前は忍者だぞ。てへー、んなの言われなくても分かってるってばよ。ほう、少しは進歩があったようだの。あれ、自力でよくここまで来たの。